自画像、ミハイル・アレクサンドロビッチ・ブルーベリは19世紀から20世紀にかけて装飾や舞台美術も含め様々なジャンルで活躍したロシアの画家。アール・ヌーボーあるいは象徴主義の傾向を有する。オムスクの法律家の家庭に生まれ、サンクト・ペテルブルク大学法科を1880年に出た。翌年提出美術アカデミーに入り、パーベル・チスチャコフの下で学んだ。 初期の作品ですでに非凡な絵画の才能を示している。1884年に、キエフの聖キリル教会の壁画に代わる、新しいものの制作を依頼された。この仕事のために、ベネツヤに生き中世キリスト教美術を研究した。ここで彼は、宝石のごとくきらびやかで豊かなと言われる色調を獲得した。作品を残すよりも新しいものを生み出すことを優先したため、 ベネツィアで描かれた彼の作品のほとんどは失われている。若く無名な彼が聖キリル教会のために描いた壁画十二使徒の元への精霊降臨やイコン聖母子像の評判はモスクワにまで及び著名な美術収集家パーベルトレチャコフはそれらを見に教会を訪れた際聖母子像を自分のコレクションに加えられないことを残念があったと言われている。 ハムレットとオフィリア1886年には、キエフに帰り、新しく作られたセーブラジーミル聖堂のために、デザインを提出したが、彼の作品の新しさは評価されず拒絶された。この時期彼は、ハムレットや、アンナカレーニナを題材として、後のデーモンや予言者を主題とする暗い色調とは、大いに異なる、豊かな色調による作品を手掛けた。キエフ時代には、 ミハイル・レール・モントフのロマン的な長編詞、デーモンを主題とするスケッチと水彩画の制作を開始し、彼のライフワークにつながっていく。この時期ブルーベリーは、オリエントの美術、特にペルシャ絨毯に強い関心を抱き、絵画の中でそのテクスチャーを真似る試みまでしている。白鳥の王女1890年に、モスクワに移り、さらに新しい美術の流れに取り組むことになる。 アールヌーボーに加わった他の芸術家と同じように彼は絵画のみならず陶芸やステンドグラスにも才能を示した。さらには舞台セットや衣装の制作にも携わった。彼に名声をもたらしたのは大作、座るデーモンである。多くの保守的な批評家は彼の作品をミニキーと非難した。しかし美術パトロンのマモントフはデーモンシリーズを称賛し、 彼の施設オペラ劇場と友人たちの邸宅の装飾美術を依頼した。1896年に有名なオペラ歌手、ナジェージナ・ザベラと愛し合い、半年後に結婚してモスクワに住んだ。ここで彼女はマモントフの劇場への出演を依頼され、ブルーベリーは舞台セットと妻の衣装のデザインを担当した。妻が、 リムスキー・コルサコフのオペラを演じる姿を描いた作品も残されている。ロシアのおとぎ話にちなむパン、白鳥の王女やライラックも描き称賛された。1901年、大作、打倒されたデーモンで、再びデーモンの主題に戻った。精神的なメッセージで公衆を驚かすため、発表後にもデーモンの顔を繰り返し書き直した。しかしついには、 精神的発作を起こし精神科に入院するが、彼はそこで、真珠外トップルシキンの死、予言者を主題にした連作を描いた。しかし1906年、精神疾患と失明のため制作を断念した。1910年サンクトペテルブルクで死去。ありがとうございます。